やっと来たなっていう感じですね。いや、自分が新日本さん、そしてレインメーカーっていう名前を出してから随分経ったので、ついに来たかと。業界1位ですね。自分が目指してるところに新日本プロレスがいると思ってるんで。昔自分が本当若手だった頃にセコンドについて新日本プロレスの G1 の巡業だったりについたりとか、その時はお客さんもすごい埋まって、その人気っていう部分を肌で感じて悔しいなって思ってましたけど、今現在の引け目みたいなところは全くないですね。ここまで積み重ねてきた自信があるんで、岡田選手ですね。やっぱその業界の先頭に走ってる選手として、もちろんリスペクトがあるんですよ。知ってみたいなっていうふうに思いますね。自信はあります。対抗戦っていうものに何も感じないっていうのは、あぐらをかいて視野が狭くなっちゃってるんじゃないですかね。岡田選手が知らないだけで、ね、他のプロレス業界動いてるんですよ。いや、別に新日本プロレスが自分のゴールじゃないんで、戦いの部分に関してはもう誰にも負けない自信あるんで、リング上で感じてもらえたらいいんじゃないですか。自分がやってきたプロレスには自信があるし、ノアのプロレスにだって誇りはあるんで、まあ少しとは言わず新日本プロレスのお客さん全部持って帰っていくつもりでありますよ。